皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、日本人の淡井圭介です。本日、2023年9月2日、本日もいろいろ撮影行ってきたんですけども、ちょっとこれだけは撮影できなかったので、まあ、銀行内部だったので、神戸市北区の、岡和駅のすぐ近くにある藤原大支店、三井住友銀行なんですけども、新店移転というような形で、エコリアの中に、店舗を移動するとかわけがわからない話になってるんです。無理ですって。本当にもう建物まだそんなに老朽化しませんから、三井住友銀行自体。いや本当に無茶苦茶な発想の仕方が多すぎる。エネルギーの残存量問題がメイン。本当にこれ総理とか内閣の人たち本当にご理解してください。この辺本当にめちゃくちゃなことになってます。これもともと多分春山整骨院2003年にとどめさせて、建物を解体したのに、またハリキューマッサージ屋が勢力を、盛り返してきて、エロ業界もそれに勢い取り戻して、だからアダルト関係のところレンタルショップとか、時に春山整骨院のところに書き出した河川の土砂とかを置いておけばよかったんですよ。本当に2003年の頃ね、だから窓口が三井住友銀行で変なお金の貸し方とかどうせしてたでしょ。だからもうそれはもう分かってるし、政府上層部も。で、ちょっとね、ハリケーンマッサージ屋に関して、ちょっと政府からの本当に援護が欲しい。今回、高等裁判所まで上げてる、まあ裁判番号はね、315番から載せてますけど、今、大阪の高等裁判所なので、裁判番号とか変わってます。令和5年、ソーラーのところです。号もつきません。それいつものパターンなんです。昔からの。最初号がつくところから始まるんですよ。で、ちょっとね、もう今更、この辺で店出しても無理あるのに、さらに物流センターに身勝手に、神戸市内に物流センターを作って、で、そこでさらにテナント募集とかしてるんですよ。無理ありますって。もともと神戸市北区の岡場の複合もショッピングモールエコーリア、そこはもうコロコロ昔からお店変わってるんですもの。1995年に阪神淡路大震災があって、この辺りに私が仮設住宅に引っ越ししてきてから見てますから。銀座ジュエリー巻なんかすぐ撤退しましたよ。もう黒い服着てる人たちばっかり。店自体が黒いですから。で、無理なんですって。もう今更売れないから、本当に。売れないのに店出したら他の店舗どうなるかわかるでしょ。まだ建物を解体しなきゃならないんですか。みんなの税金で。本当は税金マジなやつ。普通の一軒家も100万円ぐらいの補助ついてますから。建物の解体、このあたり。ちょっと政府の方で藤原台のエコーリライのその移転とか出店とかそれやめさせてもらえますか。無理ですよ。働いてる人たちが現状分かってませんか。エネルギーの残存量問題の方。もう、周りにも銀行がいっぱいあるから、岡場駅降りたところにね、それプラス郵便局にも ATM とかあるでしょ。もう今更ですよ、本当に。これだけ少子化進んで、まだ何をわけのわかんない動き方してるんですかの話になりますから、今岸田さんを責めてるわけじゃないし、各大臣を責めてるわけじゃないんですよ。これ本当に銀行員とかが現状分かってないんです。社会に出てる大人が。で、今日アップロードした内容で、業務スーパーさんの、神戸市北区有野中町業務スーパーの結論についてっていう動画をアップロードしてるんですけど、本日、2023年9月2日、そこも今日聞きに行ったんですよ。建設業者の方にね、これって新しく何を作られるんですかと。
業務スーパーさんが地熱発電とかを行っているテレビのニュース、ワールドビジネスサテライト関係だったと思いますけども、まあ、いいんです。ニュース関係、放送がニュース、報道がニュースみたいな形になってますから、定義が。もうそうしとかなかったら、もういい加減な放送しちゃダメだから、本当に。社会が混乱するから。地熱発電そこで行うのかなって思ってたんですけども、業務スーパーを、店をさらに大きくしようと思って、建物を作り直そうとしてるみたいなんですよ。だから常識が全然もう分かってないんです、店員の。役員かな？役員を現場で出さなきゃ無理ですよ。ね、築20年経過したかどうかの建物なんですよ。そこの業務スーパー。もうすごく綺麗なところ。いいですか？レジに従業員2人ついていりゃいいんですよ。もともとがそうだったんです。そうすれば、1台のレジが早く稼働するでしょ？今のクレジットカードとか、いろんなもの、はい、スマートフォンの決済とか、その抜きで考えたとしても。だから IT の社会を受け取り方を間違えてる人たちが多すぎるんです。遅くなるんです。すること増えて。一部早くなってる部分もありますけども、それちょっと違うんです、話が。いいですか？業務スーパーを一度解体して、もう一度建て直すのに建設費用すごくかかるじゃないですか。姫路の業者さんでした。その建設業界の方で、姫路の方で、まあ、ちょっとその方たち、まあ、話聞いてもらいたくて、ちょっと相談したんです。そこの物流センターのところね。西宮北部と神戸市北区の境界線のところの、兵庫県の西宮市北部に阪神物流センターがあるんです。で、そこにいろんな物流センターがあって、で、一部、もうここももう閉店してるなと、もうクローズしてるなっていうようなところの物流センター、プラス、伊藤ハムさんはだいぶ前に倒産しました。で、そこはほったらかしになってるんですよ。そこ解体して、そんなに物流センターが本当に必要なのであればね、作ればよかったんですけども、そもそもで言うと、黒猫山本さんの建物も綺麗になってたんですよ。多分作り直してるでしょ。僕、その阪神淡路大震災の後、こちらに引っ越ししてきて、仮設住宅暮らしの頃ね、黒猫山本さんとかでも働きましたから、伊藤ハムさんでも働きました。その時はね、夜遅くに働いたらダメだって知らなかったんです。18歳前後だから、僕もよくわからない。18歳多分超えてたと思うんですけど、もしかしたら20歳以上じゃないとダメだったかもしれない。その22時以降の勤務。ちょっと僕その辺、その時の法律、曖昧、本当に。よくわかってなかった社会のこと。これが、ちょっと待ってください。それならそれで定時制の高校通ってるか話がおかしい。夜勤しに行ったことあるんですよ。夏休みの間か何かに。それが原因で倒産したんじゃないですよ。人口少子化。それで倒産してますから。売れないから。固定資産税。法人税。人件費。光熱費。電気ガス代。最初から無謀、人口少子化に向かっているから、これ以上出店をやめなきゃなんないですよ。で、まあ、まあ、業務スーパーさんに関しては、建物を大きくしようとしてるみたいなんですよ。状況はまるっきりつかめてないんですよ。エコーリアでコロ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 店舗変わってるのに、もうそんなに物売れないんですよ。わかります？そこまで物売れないんですよ。コープさんが、神戸市北区のそのエコリラにコープ神戸っていうスーパーマーケットがあったんですけど、それ撤退したんです、そこ。本当に。で、もともとダイエーさんがあったんですけども、イオンモールさんの仕事ぶりが見てみたいっていうことで、イオンモールさんに代わってもらったんですよ。まあ、ダイエーは、本社がもともと大阪だったと思うんですけども、阪神淡路大震災で大変なことになりましたから、もう無理でしょう、もともとが。で、イオンモールさんの仕事の仕方についても、刺身とかね、作りにわさびの袋が入っていたり、大平さんもそういうことを経験したから、無駄なものを一切省いていたんですよ。わさびとか欲しい人はその袋を刺身とかお寿司を買った人が持って帰ってくださいって、レジ通して。で、そこは特に値段はかかってないんですよ。お金取ってないんですけども、それでもあんまりわさび持って帰る人がいないんですよ。で、わさびもあれ、冷蔵庫入れてても変色しますからね、すぐに。
だから職員の扱い方がしっかりできる人があまりいないっていうことなんです、この世の中。それプラス、その業務スーパーさん、固定資産税大きくなりますよ。まあ、その建設業者の方の、その事務所にいた人に、まあ、ちょっとお話しして、阪神物流センターと、その神戸市内のところ、神戸市内側に新しく物流センターを作ろうとしている、その話もしたんですよ。まあ、私としては、まあ、そちら、今、こちらの工事をされている、そちらの業者の方たちに、これ言っても、理解していただけるかどうかわからないですけども、って、伊藤ハムさんが、阪神物流センターにあって、そこを解体して、そこから、まあ、金属とか出てくるじゃないですか。それで、鉄工所に売却して、で、スペースができる、他にも物流センターで閉じてるところが多分、あります。もう、僕の撮影してる動画見てもらってわかります。ありますから。で、まあ、自分で歩いて見に行った。早い。正直そこからだったんです。歩いてすぐ。30分ぐらいですぐ到着しますから。30分かからない。いろんなところ、もう1時間あったらもう物流センター、阪神物流センター内、いろんなところを歩き回りますから。で、もう最初から山とか森とか切り開いて、あの辺も畑あったんですよ。隠れ畑が。神戸市内の方ですよ。神戸市内の方の今建設中の物流センターで、そこももうテナント募集って、もうめちゃくちゃ無理ですって、最初から出す店なんか出したら破産を落とされたらみんなの借金ですよ。裁判所で、法律でそうなってます。もう行政じゃ無理。裁判所で破産を手続きはしなきゃならない。で、そこで破産法が通らなかったら、生活保護のまま、借金背負って頑張ってくださいよ。働いてくださいよの方向。でも本当にそのルール導入しなかったら、無理だと思う。安易にミスを出すから。まあ、神戸物産さんなんですけども、業務スーパーって、まあ、元が三井物産あたりなんじゃないですか。ちょっと調べてみますけど、ちょっと僕もね、どこからどこまで、その調べれるかと、昔の情報と今の情報変わってる時あるんですよ。そこでいろいろ売買があるから、株にしても何にしてもお金の流れとかあるから。だから状況変わってくるんですよ、数年で。何かあったと、特に大きな災害とか。阪神淡路大震災で神戸市内なんかめちゃくちゃになりましたから、もうどこも、やっぱり、個人商店さんの、神戸市兵庫区の、まあ僕のすぐ家の近くの丸信とか、東山商店街や港川商店街も、まあ売り上げ、もう大変なことになりましたから、目の前にあったスーパーマーケットで当時、働きながら高校通ってたんですけども、ちょうどその日は休みにしてたんです。ちょっといろいろ聞いて。で、6階ぐらいの建物がもう2階建てまでぴしゃんこになってるんですけど、鉄骨が入ってなかったんですよ。建設費をケチって。昔はそういう工事してるから、本当に。かといって今、ここのアリの中町の、神戸市北区アリの中町のマクドナルドさ、そもそも出店しなかったらいいのと、2階建てはってコツはいらない、さすがにそれは。それは考えすぎ。太い木と間に今鉄骨入れてるように、ほとんどもう鉄骨と言っていいです。いいです。太い柱、木の柱を入れていったらいいだけ。森に木切りに行ったらいいだけ。日本人が。他の国から輸入してるから、本当に日本、木材。貿易輸出入とか自分で調べたい。こういう、世界国税税っていうものを買って、国連のデータ、いろんな国の貿易輸出に全部載ってるから、いろんなものを、どういったらいいかな、これ、日本とかアラブ小国連邦の、そのちょっとぼやけてるんですけど、機械関係とか農業関係とか貿易輸出入とか全部載ってるから、いろんな国の。まあ、全部、すべての国じゃないですよ。すべての国じゃないですけども、主要国、大体押さえてますから。で、僕からの、安倍政権の時の提案で、スマートフォンの普及がどこからどこまで普及してるのかの普及率とかね、載せてもらいました。もうほとんどの国がほとんどスマートフォン。もうだいぶ前から。もう何年も前から。これが本当の話です。で、マクドナルドさんがそこに店出されたら、マクドナルド、お釜にマクドナルドがあるんですよ。エコーリラの中にね。そこはみんなの税金で作ったところだから、マクドナルドさん残って、今しっかりした売り上げあるから、賃貸料払えてるんですよ。だけども、もう一店舗作ったらお客さんが二分するでしょう。ね。そしたら、借金こさえるだけですよ。もう破産法も認めませんから、裁判所で。
僕からそういう裁判一応持ちかけてみますけども、最後は裁判官のそれは判断ですよ。だけど無理だから、日本だってそんな無茶なことされても、外資外資外資系マクドナルドで、まあ、木材加工屋さん、木工所だったら、それなりの規模の木工所だったら、神戸電鉄の、道場かな、道場南口かな、あの近辺、鹿野古代の近く、比較的近く、あちらの有野中町の道路を三田の方に一車線の道ですよ、ずっと進んでいったら、ヒカビか草壁ってなんかバスからは放送聞こえるんですけども、ヒシタブーと書いてヒカビだと思うんですけども、あの近くに 木材加工屋さんがあるんですよ。まあその近くに重機とかいっぱい止まってるところとかありますね。いっぱいって言っても、あそんな何十台じゃないんですよ。そんなにあっても使わないから。で、多分、いや、もう建設業界の人も話聞いていたんですけども、その姫路から建設しに来てるから、いや、我々は、その業務スーパーさんから、その仕事の依頼があったから、仕事してるんですっていう、まあ、普通の回答しかしないんですよね。ちゃんと、ここに、看板出しますっていうことで。で、ただ、ある程度、その、最初に話された方は、ある程度の年齢の方だから、その阪神物流センターの話とかちょっとは聞いてくれて、後ろからは面積調べてみるとかいう声は一瞬聞こえたんですけども、もう僕の調べではっきり言って調べ終わってるし、この猫大和さんも建物どうやら建て替えた方だから、その設備自分たちの固定資産税払いながら頑張ってる人たちだから、会社会社民間会社、そんなところに物流センター作ったら今度どうなるか分かるでしょ。これね、小山さんの借金までみんなの税金で賄えって、消費税何パーセントまで上がるかもうみんな考えて分かるでしょ。ここもう来ない、本当にむちゃくちゃ医療業界 に僕を連れて行った時点で負けなんですよ。警察官も本当に精神病院、昔はそれで一回負けてるんですか。警察官が、僕は二十歳ぐらいの頃すぐに3日以内に出してもらった時、宝塚三田病院で、ちょっと前に川崎宗則、元ソフトバンクのプロ野球選手、あいつ何回か来てるでしょ、有馬警察署に。で、この間、2週間くらい前かな、有馬警察署に行った時にいて、ボソッと目の前で僕からの提案でトランプ大統領に間入ってもらって、ムンジェイン大統領とキム・ジョンさん首脳会見してもらった安倍政権の時にっていうことを言ってるのに、ボソッと、病院行くとか言ってるんですよ。僕は自分で説明してるのに。横で誰かがそれ言ったか電波で言われて、いや、さっき言ったってこの人から本当やって言われて、で、それで驚いてるの。淡井圭介の履歴読みなさいよって言ってるの読んでないの。前半後半とか。もうそういう人が、もう有馬警察署来たらダメだから、本当に。無理だから。あなたたちあんまり能力ないの分かってるから、巡査部長。大したことないから。僕30歳くらいの頃から弁護士さんなし裁判勝ったって言ったでしょ。いいですか、神戸地裁の窓口の人も、この話したら、はい、はいって態度急に変わりますから。いいですか、現行法規と現代日本法規、もうほとんど読み通して、全く同じ内容を書いていたから、政府の方で、現代日本法規っていうもので、一つ、二部ずつ、それを二部置いて、置けばいいと。ね、一部だけだったら他の人が借りていくときとかあるから。本当に。流刑とかあるのは現行法規とか現代日本法規の方。で、僕子供の頃に使ってる。で、そいつが多分強制わいせつしてる。まあ、親とか、父親はその後、父親はもともとステーキ屋さんとかで働いていましたけども、末広っていう、まあ、ちょっとしたチェーン店ですけども、もう、阪神淡路大震災の前のバブル崩壊でも無理になりましたから。で、今も外から割りかけてきてる変な男どもが来てますね。状況分かってませんね、全然。その音声は聞こえた。で、大抵窓開けたら姿確認できる。だからもう時間切れない。もうしょっちゅうそういう声、笑いながら歩いてる人間いますから。で、
もまとめて大倉山図書館に安倍政権の時に置いてもらってた方、このもの二重行政だっていうことで、各政令指定都市が市ですよ、各市政令指定都市、政府の政と政、もう命令の令でいいですよ、政令指定都市、は、都政6法の内容に従わなければならないっていう内容はあるんですよ。もうそれ法律はあるから動かしようないから、そこで現行法規と現代日本法規に分けても意味ないから、ちょっとね、頭悪すぎるんで、もう申し訳ないですけど、もう言ってしまいます。で、もうこの話したら、僕より年配の白髪の、神戸地裁の民事部の人も、他の人に、それが本当の話だからって言われて、はい、はいって急に変わったんですよ、態度。実力社会に変えなきゃなんない。で、別に、まあ、姫路からわざわざ来ていただいた建設業界の人を責めてるんじゃないんですよ。これね、もうみんな正直、経済原理とかいろいろあってバラバラに動くでしょ。西宮北インターチェンジも大阪府とか、愛知県の業者の人たちが乗り込んできていて、もともと国の税金使ってるのは建設業界だから、もうその辺のところは、だからその時に、その姫路から来てる、その所長って言われてた人、所長案内しますって言われて、かなりの年配の方ご案内していただいたんですけども、普通のことしか言わないから、いや、みんなの税金とか本当は建築業界で使ってるじゃないですかっていうことで、やんわりとね、その方にも、僕の話を途中から聞いてる僕と同じぐらいの年齢かちょっと若いぐらいの、髪の毛染めてる人とか、そういう人たちも話聞こえていて、車を動かして言いに行ってくれた方かもしれないですよ。けど、もう正直ね、もう神戸市の手前の方のその物流センターってもう作り始めて1年以上経過してるでしょ。いや、もうね、本当はね、工事止めた方が上なんですよ。で、バスケットボールとかの体育館をいろんな日本中に作ろうとしてるんだけど、もともとあるあるある、もう建築業界の暴走がしすぎ、本当に。で、警察官が一緒に、スポーツ業界に入ってしまった時点で、もう話もちゃくちゃになるんですよ。警察官が自分たちのしてきた税金の無駄遣いを隠蔽してるようにしか見えないから、僕を精神病院に何回も入院させて。海外からもそうとしか見えない。だからもうスポーツ業界行った人間は警察官になるの無理。本当に。そのまま解体業に回って、その筋肉ついてる間とか、木切りに行ってかまど発電の方とか、その方ちょっとみんな頑張って、そうじゃないと無理だから、エネルギーの残存量も。貿易輸出にはいい石油だけで、2012年の頃、もうすごい昔のデータだけども、15兆円以上輸入してんの。石炭で約3兆円。ガスで、天然ガスで7兆5000億円ほど。今の為替相場だったら分かるでしょ。その時の原油価格とかも、あるから、そこまで僕も調べられないの。その時の為替相場、だいたい1ドル100円ぐらいだったと思いますよ。いや、ちょっと待ってくださいね。東日本大震災の直後で、結構ね、円高になってた。結構円高になってた。それでもその金額。その時1バレルいくらだったかの話にもなるから、ちょっと僕もその時の記録をつけてなかった。手に負えない。だから僕ほどの知識持ってる人はなかなかいないんです、どこの世界にも。裁判官の中にも僕と同じレベルの人間が何人いるか本当はわからない。法律面僕に求めてきてる時点で、この裁判官実力ないなぐらいしか僕思わないですから。これが本当の話だって。司法修正制なんでしょ。あなた責任持って裁判官するんでしょ。あなたが法律面を覚えてないとって。判例とかは大阪の高等裁判所の中とかじゃないと見れなくて、司法修正制以上じゃないと入れないんですか、判例図書館。その時点で裁判官しか相場わかんないんですよ、一般人の人には。これは本当の話。昔みたいに一般人に解放しますけど、もう交通費的に僕無理ですよ、大阪の高等裁判所まで判例見に行くの。時間的にも。またそのからこれだ。ねえ、僕からしたら、YouTube の再生回数見たらわかるから。YouTube 見てください。YouTube、YouTube、YouTube。そこで本当のこと言ってる。それ見てもらう方は本当無理。
まあまあ一名はここの住宅に本当に住んでいたものですね。もう本当にどこから手をつけてるか。一応政府の方では岸田さんの方に、当分消費税を上げないっていうことをおっしゃっていただいていて、法人税で純利益がしっかり出てるところに関して、法人税で回収という形ですね。純利益はいいんですよ。設備投資とかも借金返済終わってから純利益ですから。営業利益、経常利益、純利益の順番なんです。わかります？一般の方で働いていて、それ分かってない人たち多すぎるんですよ。パートタイマーとかの人たちの方が正社員の人よりも比率が高くて、正社員の方とか公務員の人とかでも営業利益、経常利益、純利益が分からない人たち本当にいるんですよ。一応そういう人たちもいたら困るから、せめて生活保護係の僕の担当の宮田さんにはそのあたりを書類化して、まあ20枚程度ですよ。エネルギーの残存量問題とか実質的な数字付きで、まあちょっとしたものを渡したんですよ。まあ 10.5 の文字の大きさで、まあそれぐらいだったらわかる、まあ20ページぐらいだし、これぐらいだったらわかるだろうぐらいだったんですけども、もうその宮田さんも、いやわからないですって、そういう状態だったから、ちょっとね、公務員試験の内容本当に変えさせてほしい、僕の方で試験内容本当に決めさせてほしいです。エネルギーの残存量問題とか、なぜ地震が発生するのとか、一斉崩落、空洞、地下でどれぐらい採掘していて空洞が出来上がっているとか、そういうところを問題にした方がいい、本当に。もうどうでもいい法律の他国のね、議員の数の議席の数とか、アメリカの、どうでもいい、あれ、議席の数途中で変わるから。そんなこと上級、公務員の上級試験とか、無理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 。余計社会のこと分からない人も出来上がりになるから、無理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 。ちょっとね、この内容を本当に、マスコミの皆さんとか、本当総理とか内閣の人たち見てください。もうこのあたりだけでもう僕も手に負えない。もう本当援護してほしい。もう最高裁とかでもう建物を作っちゃダメっていう、今後50年、スタジアムとか、いろんなもの。いやいや、もう老朽化したら、解体してくれたらいい。それが建設業界の人たちの仕事。で、他に球場いっぱい作ってしまった方が本当に本当に。あるから、余ってるのいっぱいあるから。50年間絶対作らなくていい。各都道府県に野球場のスタジアムいっぱい作って、本当に巡業制に僕変えていく方向で物事進めようとしてますから、それしてもらわなかったら無理。もう、いいからって、南の方から順番に行って、それで、各複数本拠地制度。で、全部固定、球団持ちとかそんな無茶な話しないから。お金払って、その試合ごとにお金、まあ、何百万か払って借りるような形になると思います。まあ、すごい設備のところだったら1000万超えます。1試合借りるのに。本当に本当に。東京ドーム1700万円以上。で、お客さんの数が多かったら、さらに加算で、まあ、1900万とか2000万まで行く人は行くんじゃないですか。本当本当。そういうもんで、そういうもんですか。もともと原価とかしたらびっくりしますか。東京ドームなんか土地代と建物代込みで848億円か868億円。本当に本当に。固定資産税だけで、それだったら3億円ぐらいでしょ。3億円は硬いぐらいですかね。3億円ぐらいぐらい。法人税、資本金、800万円以上でしょ、絶対。そしたらもう 22% か 3% か、大体それぐらいでしょ。で、監督、選手、コーチ込みで、ね、30人ほどで移動してるでしょ。宿泊費、食事代、ね、交通費、ずーっと余計な距離行ったり来たりして、みんな南の方から、3月は沖縄とかあの辺りから開始。オープン戦とかも。でそれから開幕とかも沖縄とか鹿児島ぐらいで。で、徐々に北上。九州と、あと高知県とか、それぐらいで。で、正直4月中旬ぐらいに ならなかったら、福岡ドームも夜とかだったら暖房を入れなかったら寒いんでしょう。3月下旬は、ナイター。無理でしょう。だから4月中旬ぐらいからナイターぐらいで、土日祝日だったら昼間でも4月上旬なら大丈夫かなっていうぐらい、4月中旬ぐらいに泣いた福岡ぐらいで、もうそれぐらいの感覚で巡業して、
夏場とかは北海道とか東北とか北信越、あと標高が高いところ、そこだったらナイターとかだったらそんなに高い気温ならない、ならない。昼間と違う気温は全然、夜は。まあ30度ぐらいだったらみんな我慢しましょうよって、まあ僕の家の中でね、今エアコンなんか入れないですよ。今年も全然入れてないです。30度ちょっと、30.3度。まあこれが世の中の現実だから、もうしょうがない、いいんじゃないですか。エネルギーの残存量問題と、まあ経済的にも両面で本当に、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。本当にもうマクドナルドさん失敗した方、もうそんなところ買ったらダメ。トヨタさん、もともとそこにあったの、トヨタさんがいち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 新しい建物を建てるからですよ。トヨタ店、宮崎書店のすぐ、まあ、横、作らなくてよかったね。もう空き地にしておけば、もともと土の硬くなった土の空き地だから、それだったら水が浸透しても、もうそこ抜けない、なかなか流れない、流れない。だからそこだったら、買い取った引き取った中古車をそこに置いておけるんだから、屋根とかつけるから高くなるんですよ。土地代だけの固定資産税でよかったのに。いろんなところ失敗してる。もう先に僕の方にこの辺のことで話持ってきてもらわないと。撮影終わった後、以上です。